はいどうもコミです。さて本日はこちらつむぎ組さんから動画をお届けしたというふうに思います。でですね、最近ちょっとできていなかったんですが、今日はタウンホール13のアタックを見ていこうと思うんですけども、ドラゴンライダー、このね、タウンホール13バージョン見ていこうと思います。で、私のチャンネルなんですが、基本的にクラン対戦の解説系の動画を中心にやっております。タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、ぜひですね、動画最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いできたら嬉しいです。というところで、早速見ていきたいというふうに思うんですけども、ですね、今回タウンホール13のドラゴンライダーってそんなに、まだね、コンテンツとしてたくさん出回ってないかなと思うので、ぜひですね、いろいろなその違い、14との違いですね、ここを見てもらえたらなというふうに思うんですが、まずは一発目、これですね、ネズミカメさんのアタックなんですけども、これ面白いですね。昔の言うところのハイブリッドという感じ。要は陸のヒーローパートにゴーレムとかをこうゴリゴリ乗っけていきながら、グランドオーデンもこれ使っていって、だいぶこの陸パートでまず相手の村をこう押していきます。で、残ったところを、ラバルではなくて、ドラゴンライダーを使っていくっていう感じなんですね。で、ざっくりとしたプランニングをお話しすると、この辺りっていうのを全部、ヒーローで潰していきます。で、そこには、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーンがいるんですね。で、さらに、投石機もあります。なので、この辺っていうのを潰すことによって、あと、エアスイーパーもありますかね。だから、その、陸の攻めで、空の天敵を片っ端から潰していくという考え方ですね。しっかりここに突破兵器、ウッドランチャーを流し込む中からイエティですね。トルネードトラップもここで回収していきながら、バーバリアンキング、フィスト、まだまだ伸ばしていきます。アーチャークイーン、壁の中に入り込んで、中心部分にどんどん攻め上がってきますね。援軍もこれかなりの、手前側でこう釣ることができます。タウンホールと当たるところ少しこれで重なってしまって痛かったは痛かったんですが、きっちりここで相手のラバーハウンドを処理していきながら、タウンホールは最悪残っちゃうんですね、これね。残っちゃうんですけども、これが残っても処理ができてしまうグランドボーデンが、これ、ヒーローパートにこうついていっていますので、本来、これまでのタウンホール14とかだと、やっぱりこれ突破しにくいんですね、だいぶ。なんですが、これを突破できてしまうっていうのが、まあ、大きなポイントですね。ギリギリ倒せないんですよ。これ、あと一発ね、アーチャークイーンが撃ってくれたら終わったんですけども、残っちゃったので仕方がない。フリーズで止めながら、ドラゴンライダーバルーンを進軍させていくんですけども、はい、ここですね。ここで、タウンホール14と13の違いが出ますね、これ。爆破ダメージを食らったドラゴンライダーが、体力半分になるものの、で、スロー効果を受けるものの、こっから先のポイズンダメージがないんで生き残るんですね。で、中心部分をこう破壊していきながら、外周からはバルーンと追加出しているドラゴンライダーが回り込むという形ですね。最終的にはこの、投石機、対空砲、インフェルノ、ここをしっかりコウモリでターゲットを取りながら、最後ドラゴンライダーとバルーンを押し上げていくっていう感じですね。これはね、ほんとめちゃくちゃ考えられててうまいなっていうふうに、思いました。素晴らしいですよね。だからタウンホールの処理っていうのをドラゴンライダーパートに任せてしまうことができるっていうのが、僕が感じる限りタウンホール13におけるドラゴンライダーの最たる強みなのかなというふうに思います。まあ、それができることによって、陸パートですよね。ヒーローで、潰していくスーサイドって呼ばれる部分を、かなり自由度高くできるんですね。タウンホールを必ず壊さないとちょっと危ないよっていうことだけではない。壊さずに、グランドウォーデンもヒーローパートにつけながら突破兵器もそこにぶち込んで、ゴーレム使ってゴリゴリをしていきながら、最後残ったタウンホールその他周辺施設を、ユニット枠ですね。だから、まあ、ドラゴンライダー枠で潰していくっていう感じですね。ヒーローとユニット枠、まあ、つまりヒーローとドラゴンライダー枠ってこう2つに分けて、ドラゴンライダーでタウンホールを含めた相手の主力防衛を潰していく。やっぱりその、ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、防衛援軍、これだけはちゃんとヒーローパートで潰さなければいけないので、それができるだけの、ユニットの構成を組んでおきながら残ったところをドラゴンライダー。この考え方が、タウンホール14と13ですごい違うところかなと思いました。14の場合、やっぱね、タウンホールをグランドウォーデンなしのドラゴンライダーで突破するとみんなそこでポイズンによってやられちゃうんですよね。なんですけども、そうさせないのがタウンホール13のドラゴンライダーなのかなっていうところですね。さあ、もう一本見ていきたいというふうに思います。で、今回のアタックもドラゴンライダーですね。これはよくタウンホール14で見かける
編成なのかなというふうに思います。で基本的にはこれロックボマーを入れていくっていうのが今は割と主力なのかな。僕は結構突撃艦なんかをね3ホールが中心にあったりする場合なんかは使っていったりしますけども、こういうコウモリもうまいですね。対空砲のターゲットをしっかりコウモリ1体で取っていくことによって対空砲にダメージも与えながらこれの対空砲の攻撃がドラゴンたちに入るのを防いでいますね。しっかりとロックボマー後ろから出していてターンホールドラゴンの攻撃で起動させてからドラゴンライダードラゴンたちを集めていって爆破ダメージは遠目で回避ですね。でやっぱここがね遠目で回避できることによって今このポイズン効果が本来あるところそのターンホールの爆破後のところにドラゴンたちが一定時間滞留 してるんですけども、これ耐え抜けるんですよね。ドラゴンライダーがもしこれターンホール14で、ターンホールと当たった場合にはあそこのポイズンでダメージを結構受けます。トームを使ってもトームが解除された瞬間にこれまで蓄積されていってるポイズンのダメージ上昇効果これが残っちゃいますんで、トーム切れた瞬間に体力がギュ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 って減るんですね。このギュ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 って減ることがターンホール13においてはないっていうところがすごく強みで、それを今回しっかり分かってらっしゃるんで、そのターンホールのところにドラゴンの集団をゴンって当てていくっていうことができるわけですね。いや、このね、やっぱプランニングの自由度の違いっていうのは、まあ、13と14の大きな、差なのかなと思っていて、13の方が比較的、まあ、自由度が高い。まあ、そういう意味で、まあ、これはプランニングの、自由さにも影響する一方で、ワンチャン何かミスるような、本来14ならミスにつながってしまうような場面でも、13であればそこを突破できるっていうね、まあ、その、ターンホール13、14の、まあ、難易度の違いにもなっている部分なのかなっていうふうに思います。いや、これは、14でもなかなか見られないパターンかなっていう感じですね。これだけターンホールに、集中的にドラゴンたちを当てていくっていうパターンは。まあ、見られなくはないんですけどね。ターンホールの爆破がする瞬間までフリーズで、ターンホールを止めまくって、爆破の瞬間トームかけることによって、ポイズンのダメージも含めて全部無効化するっていう方法はあるし、あそこにヒールを当てるっていうね、テクニックも当然14でありますけども、ここまで13ほど、それが、なんていうのかな、躊躇なくできるっていう環境では少なくともないですよね。はい、というところでですね、本日は2つ、まず全開リップを見てもらいましたが、失敗リップもすみません、ちょっと2つほど見てもらいたいというふうに思っています。まあ、失敗っても結構ですね、紙一重的な失敗になってくるんで、なかなか失敗と言い切るには言い切りにくいんですけども、まずこれですね。一本目前回ダック見せてくれた、ネズミ仮面さんのアタックになります。で、今回は、ですね、まあ、残念ながらちょっとね、ドラゴン、じゃないわ、間違えた、ごめんなさい。ドラゴンライダーパートがですね、伸び悩むんですね。そこの理由っていうのをちょっと、見ていただきたいと思うんですけども、シンプルに結論から言ってしまうと、スーサイドパートがうまくいかなかったんですね。この、ロケットバルムうまいですね。ここ側しっかり削っていくことによって、ここか、を削っておくことによって、ベビードラゴンがしっかりとこのサイドカットしてくれてますね。で、バルーンで1体使って大砲も壊すことによって、スーサイドをこういう風に展開します。ここからキング、クイーンを出していくっていう感じですね。こういう風に。で、上方面、ここはロイヤルチャンピオンで破壊していくという形になります。プチ天才と言われるライトニング、クエイクを当てていくことによって、相手のインフェルノタワーに、ロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを一発入ったら壊れますよという確定状態を作っていきます。こんな感じですね。ボン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 と綺麗に壊していきます。さあ、中心部分に向けてのルートが出来上がったんですけども、今回のね、本当に惜しいなと思ったのは、これ、スーパーウォールベイカー出すタイミングが、アーチャークイーンがこの対空砲を壊した瞬間、壊すちょっと前に出したんですね。なので、ウォールブレイカーっていうのは、壁に囲われた施設がこうあった場合に、一番近い壁の中に施設がある壁をたげるわけですよ。なんで、ここに対空砲があったんで、出した位置からと一番近いのここなんで、対空砲が壊れていればこっち行くし、壊れてなかったらこっち行く。壊れていなかったらごめんなさい、こっち行くし、壊れていたらこっち行くんですね。こっち側に。で、今、壊れる瞬間、壊れる直前に撃っちゃったもんなので、壁に対して当たる方向が変わってしまって、バーバリアンキングが壁をこう殴り上げている時間の分だけ、相手のアーチャークイーンに撃たれてしまって、本来この投石ゲームで、壊す予定だったと思うんですが、あと、ワンチャン防衛援軍ももしかしたら見ていたかな。その辺っていうのが、処理しきれなくなっちゃったというのがね、ちょっと、
これは悔しかっただろうな、ネズミ仮面さんっていうところですね。で、それがやっぱ原因となって、相手のですね、この、中心部分の投石機、ここに、ドラゴンライダーがこう割れていっちゃうんですね。本来ここに行くドラゴンライダーは、いるドラゴンライダーはこっちに行ってほしかったはずなんですね。そうすることによって数の力でシングルインフェとこの、対空砲を押し切っていくはずだったんですけども、この数の暴力が通用しなくなってしまったので、こちらの、十字面が、進行遅くなり、一方でこの、中心部分を駆け上がっていったドラゴンライダーたちっていうのも、罠を受けたりとか、あとこっちの対空砲にこう捕まって最終的にはやられてしまうという形になります。やっぱり分断させられると結構厳しいですよね。で、この分断をさせられた要因っていうのが、ここの突破まではすごく綺麗に決まったんですけども、ここの区画を壊すキングクイーンの壁焼きですよね。一瞬ね、うますぎるがために多分、ギリギリのタイミングをネズミ、カメネさん狙っちゃったと思うんですね。だいぶ多分構えて打ったと思うんですが、かなりその攻めたスーパーボールブレーカーが今回はちょっと早すぎたっていうところ、まあ、こういったちょっとしたミスでやっぱりね、うまい方でも全開全開じゃないっていうところのこの差が出てきてしまうっていうところは、我々のプレイヤーっていうのも見習って抑えておくべきポイントかなというふうに思います。1本目のリプレイめちゃくちゃ見事だったんでね、それはかなりそっちの方も見ていただきながら、こういう同じね、うまい方でも失敗のケースがあるんですよということで、ちょっと理解してもらえたらなというふうに思います。で、もう1個はですね、デスケンユウキさん、これ初見のアタックだったんですけども、防衛軍中身何か分かっていない状態で攻めてます。で、タウンホールがなぜかこのところにあるんで、これはもうね、食い火を使いたくなりますよね。しっかりタウンホールを食い火で潰す。まあ、これね、スニーゴブがいたらおそらくスニーゴブで行ってもよかったと思うんですけども、多分そこまで解放がしてなかったので、まあ、アジャクイーン食い火でね、行けば、この対空砲も折れるし、2本対空砲がアジャクイーンの食い火パズで折れるんですよね。で、さらに、タウンホールもこう、なんていうかな、無ダメージっていうの、ノーダメージか。で、壊すことができるので、この食い火の選択はナイスですね。まあ、スニゴブって言いましたけども、食い火でこれが壊せるなら食い火で壊そうっていう発想は、かなり、スムーズな、プランニングなのかなっていうふうに思います。で、ですね、ここに突撃機関を当てていきます。このマルチインフェルノっていうのは、キングでは壊せない。かつ、ドラゴンたちをこっちからこうね、出していくときに、まあ、邪魔になるんですよね。で、ここに当てていくんですが、中から出てきたのが、なんと、ラバハンドが出てきちゃったんですね。このラバハンドはおそらく、ゆうきさん、少しね、予想外の援軍だったと思うんですよ。まあ、今、そのラバハウンドもそうは言っても多いと思うんですが、初見で攻めているがゆえに、ここに行かれてくる援軍っていうのがね、その、食い火をこうね、誘導するような配置になってますから、中には、スーパーガーゴールとか、そういったね、援軍が入っているっていうふうにもしかしたら読んだんじゃないかなと思うんですが、そこが読み違ってしまったんですね。なので、何が起こるかというと、食い火はね、すんげえうまいです、この食い火。このマルチインフェルノまできっちりカットをしながら、こう攻め上がっている。もう食い火の仕事量完璧なんですけど、ラバハウンドにね、ドラゴンがこう捕まっちゃうんですね。捕まると何が起こるかっていうと、ここにいるロイヤルチャンピオンが生き生き仕事をするわけですよ。こんな風に、ドラゴンライダー倒してくるんですね、こういう風に。ロイヤルチャンピオンって、当然、相手のドラゴンライダーからダメージ受けないので、もうガンガンこうね、ドラゴンライダーをもう後ろからこう殴りまくるわけですね、こういう風に。で、そこにリカバリーで当てていった、味方のロイヤルチャンピオンも相手のババキンに捕まってしまってやられてしまったと。いうことで、後からドラゴンが合流するんですが、もうすでに手遅れ状態。相手のロイヤルチャンピオンにドラゴンライダーがみんなやられちゃった状態で、完全にラバハウンドでこう分断されて、しまったということになります、ね。なので、相手の防衛援軍とやっぱり当たってる時が、まあ、一つ注意で、ディガホグもそうなんですけども、なんていうか、ドラゴンしか防衛援軍にはこう、アタックができないというところ、まあ、相手のヒーローもそうですね、キングとかロイヤルチャンピオン、クイーンに対してもドラゴンライダーはアタックしないんで、そこスルーして前進しちゃうんですよね。で、一方でドラゴンはそこで足止めを食らっちゃうので、この2つが分断されることによって、その先に、今で言えばラバハウンドを処理しているその先にロイヤルチャンピオンがいたっていうケース、こういう時にもう無防備になったドラゴンライダーが撃たれまくってしまうということが生じるので、こういう分断が、起きる可能性のあるポイント。まあ、今で言えば防衛援軍の、当たるタイミング、相手のヒーローと当たるタイミングっていうのをなるべく、ドラゴンとドラゴンライダーの距離を、あんまりこう開かないように、
しながら突破するレイジを使ってヒーローを早めに突破するとかいうね、あの工夫がやっぱいるのかなというふうに見てて思いました。またやっぱこれはね、やっぱりその臨機応変な対応も必要になってくるので、プランニングの段階である程度そこら辺が読めればいいですけども、まあこのユウキさんも相当上手いプレイヤーの方なんですが、それでもやっぱこうね、不意にそういう状況に持ってこられてしまうと、特に食い火をしながらドラゴンパートを回すっていうのも少し難しさがやっぱりあるので、あの残念ながらね、今回全カメラ伸びませんでしたけども、あの本当に援軍と当たるポイント、あとはまあその援軍がまあトリガーになるんですけども、相手のヒーローと当たるっていうところですね。ドラゴンライダー相当あのヒーローたちには弱いユニットになりますので、ドラゴンたちで、ドラゴンライダーを守っていくような、位置関係ですね、これが保てるような動かし方っていうのをしていく、まあ、それができるようなプランルートを考えていくっていうことがタウンホール14でも同じですけども、13でもやっぱり求められるということなのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール13におけるドラゴンライダーのお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。あのこんな感じでですね、私のチャンネルタウンホール12から14まで幅広くクラン対戦の解説等が扱っております。いいなというふうに思っていただきましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。またこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日この辺で終わりにさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。